バラのと積もってないやん。雪降っとんかな思った。いいんですけど、一撃で、この氷を解消する方法紹介します。こちらアルコールとか、これは消毒用のエタノールなんですけど、これかける。で、ワイパーを、普通こんな感じ。あれでガリガリやっててもなかなかね。なんで、これで上がるかな。さすがにね、カチコチに凝ってるとちょっと時間かかりますね。普通に水かけてもまた凍っちゃうんで、そのこと考えると。アルコール温度がちょっとでも低いアルコールとかエタノールとか使ってやるっていうのがいいかなと思います。雪とかかかってる状態とか、もうガッチガチに凍ってると、ちょっとさっきみたいに
あるんですけど、うっすらとも霜が降りてるような状態だと普通にアルコールとかエタノールかけるともう秒で取れるんですよ。で結構熱湯とかね使われる方多いんですけど、熱湯とか使うと、まあそもそもガラスなんで温度差と、あまりに熱いお湯をガラスにかけるっていうのはちょっとやっぱり素材的にもよろしくないというところもあるんで、まあできたら限度ありますけどね、カッチカチ、さっきみたいにカッチカチなってるとなかなか違いは出る感じですね。運転席の方はさっきのエタノール系出して、助手席の方はこんな感じなんで違いが出ます。なんで、ガチガチに凍るとなかなか効果出しづらいですけど、エタノールとかアルコール使ってみてはいかがでしょうか。ということで寒いんで今回はワンポイント、一人だけ試してみましたけど、結果ガチガチ凍ってたらあまり効果ないということで寒いから下回れ帰ります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。寒い、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。パパ、もう帰るわ。寒い、帰ろう。